スープストック東京自由が丘店株式会社スープストック東京はスープ専門店チェーンを運営する会社当初は親会社の株式会社スマイルズがチェーン展開していた無添加食べるスープがコンセプトでうま味調味料や保存料を使わずに手間やコストをかけ素材のうま味を生かした豊かで安心できるスープを提供する駅ビルなどの駅の構内 オフィスビルの飲食店街、デパートの地下食料品店街などに出店している。1999年に東京、お台場のビーナスフォートに1号店を出店した後、2000年からは三菱商事の子会社、株式会社スマイルズを設立した上で運営しており、2003年からは店舗での販売のほか、通信販売や、缶入りスープのコンビニエンスストアなどでの販売も行っている。 また、日本航空と提携して、成田空港の桜ラウンジでは食事の一つに、同社の商品を提供しており、2008年6月1日からは、JAL ハワイ線の機内食も手掛けている。2007年5月から同年7月まで、業務委託先のキスコフーズが、東京サムゲタンを製造する際に、アサイが出荷した、自己米国が混入していたことを、2008年10月17日に、 農林水産省が発表した。2016年2月1日に、これまで事業を運営していたスマイルズから、会社分割され、新たに、株式会社スープストック東京が新設され、以降は、同社が事業を運営するようになる。ただしスープストック東京の業態の一つだった、ファミリーレストラン、100本のスプーンは引き続きスマイルズが運営するため、 スープストック東京の野号は使用されなくなった。2016年からは、6月の特定日をほぼ全、店舗で1日だけ、カレーストック東京として展開している。これは1日限定で、通常のスープメニューを提供せず、トントロのビンダルカレー、ナスと牛ひき肉の辛くないキーマカレー等のカレーのみを提供するもの。ただし、持ち帰り専門店舗の家で食べるスープストック東京。 品川駅のお出し東京自由が丘のオルソースープストック東京では通常のスープメニューを提供する。また店舗に黄色い何かを持って行って注文の際にスタッフに見せると少しだけいいことがあるというお楽しみキャンペーンも1日限定で開催している。2020年は新型コロナウイルスの影響で店舗での開催を中止、オンラインと ウーバーイーツのみの開催となった。2021年に関しては、2020年同様1日だけの開催を取りやめ、2021年6月18日から9月5日までの80日間開催都市、イートイン、テイクアウトデリバリーで週替わりで3種類のカレーを提供する。また、期間中は毎週金曜をハッピーイエローフライデーとし、店舗では提供するカレーを一種追加する。 駅中の店舗では、代金の支払いにスイカ、またはパスモも,も利用できる。また、コレド日本橋店のように、楽天エディが使える店舗もある。ポイントカードがあり、オンラインショップを除く全店で、会計時に提示することで760円未満の単品、セット1点ごとに1ポイント、760円以上の単品、セットなら1点ごとに2ポイントの夏印が受けられる。 20ポイント夏印を受けることで満杯となり、900円分の割引特典を受けられる。かつてはポイントに有効期限が設けられていたが、2012年4月2日より、付与期間、引き換え期間の有効期限が撤廃された。2014年3月にポイント加算ルールが変更され、お買い上げ500円ごとに1ポイント夏印され、20ポイントで1000円以下の 商品と交換できるように変更された。なお、2019年7月16日から公式モバイルアプリをスタートさせるのに伴い、同年9月30日でカードの新規発行を終了。翌2020年9月30日でポイントカードへのポイント付与終了。2020年12月31日でポイントカードでの商品引き換えを終了する。 公式モバイルアプリでのポイント加算は60円ごとに1ポイントで180ポイント貯まると1スープカップとなる。1スープカップは1000円分のチケット等と交換が可能。また、スタンプカードでは貯まるのが店頭のみだったのに対し、モバイルアプリではオンラインショップでの購入にもポイントが貯まる。他多数。なお、教食可能なメニューは日によって異なるが、 店舗入り口の掲示や、下記の公式サイトから確認できる。高田の馬場駅詳細は、外部リンク説の店舗を探すも参照。店舗展開については、関東、東海地区を中心に店舗を増やしているが、閉鎖した店舗も多く、1号店のビーナスフォード店は、すでに閉店している。閉店理由については、施設利用における契約期間の満了によるものが多い。 2011年5月4日には、ルクア内に、関西地区1号店を出店し、2012年5月には、九州地区に、2019年4月には、北海道にも進出した。AB 株式会社、スープストック東京第6期決算広告、自己売転売、スープストックなどにも流通毎日、ドット JP2008 年10月18日。 株式会社スープストック東京設立に関するお知らせ。本日限定、スープストック東京が、スープのない1日から、週刊アスキー2019年6月21日、スープストック東京は、1日限りの、カレー専門店へ引く、スープストック東京公式2019年6月14日、閲覧、カレスタクトキオは、オンライン開催へ。スープストック、 東京公式ノートハット、カレーストック東京を開催、おうちで楽しむ80日間スープストック東京、公式2012年4月2日から、ポイントカードの有効期限がなくなりました。スープストック東京の公式アプリが新登場。スープストック東京、2021年6月29日、閲覧。よくある質問スープストック東京公式、シンガポール店公式サイト。 ありがとうございます。